はい、皆さんこんにちは。G92Vlog でございます。今日はですね、先日申し上げていた3500からですね、14140に、中房炎を乗り換えましたので、簡単に備忘録がてらいつも通りちょっとテストをしていきたいと思います。でも結構これまでに撮ってまして、届いたのは一昨日かな、なんですけど、結構撮ってまして、やっぱりすごい使いやすいと感じてますね。映りも全然悪くなくて、で、こうやって手ブレもめちゃくちゃ効きます。やっぱ過去一効いてますね、このボディと。で、このレンズはデュアル IS2 が使えますので、めちゃくちゃ光学系のブレ補正が効くという状態でございます。で、これ Y 端ですね。これテレタンです。今普通にファインダー見てる状態ですね。そこそこがっちり構えて、これだけビタ止まりです。で、ちょっとハンドヘルドに変えまして、両手で持ってますけど、それでもテレタンでこれだけ止まりますね。バッチリじゃないでしょうか。はい、では14140のテスト。また車載ばかりで恐縮ですけれども、今日は雨でね、なかなか出かけるのもきついんで、このレンズは車載では使わないんですけど、デュアル IS とこの G9 Pro 2のボディを組み合わせるのが初めてなので、ブレがどれぐらいの感じになるのかっていうのを今は、機械式の手ブレ補正のみでやってます。デュアル IS2 ボディとレンズの強調でだけでやってます。画角 14mm でシャッターモード優先で50分の1でやってます。行きはこれで、すぐそこなんでね、スーパーここで行って、で、帰りは同じこの POV で電子手ブレ補正入りの状態で帰ってこようと思ってます。多分この状態でかなり効いてると思うんですよね。で、前から申し上げてる通り、この短いスーパーまでの行き帰りは結構道が舗装路なんですけど、あんまり良くなくて、凸凹が激しいから、いいテストにはなると。今日は札幌は気温13度ですね。いけね。フォーカスをマニュアルにするの忘れてましたね。ブレ補正と大体の映りのテストなんでね、ご了承くださいっていうところです。で、この14140は、便利ズームで、そんな明るくないんですけど、さっきちょっと静止画のね、この後かな、さっきか後かに静止画で水槽撮ったり、部屋の中撮ったりした画像をいくつか入れておくんですけど、本当問題なく映るし、やっぱいろいろと、ぶどまりというかですね、G シリーズだけでも何台使ったんだろう。1、2、3、4。これ5台目か。G シリーズだけで5台目なんですけど、
一番よく取れますね。取り逃さないっていう感じかな。はい、それでは帰りはですね、露出をマイナス1しないといけないんですけど、それも忘れてましたんで、それやって MF にして電子テーブル補正標準の入りにいたしました。引き続き北海道というか札幌は暖かい日が続いちゃってますね。全国的にそんな感じっぽいですよね。なんか11月で夏日みたいな、本州は情報見た気がしましたけど、あっちか。さすがに雪虫はもういなくなったんじゃないかな。ただまあ雪虫はね、あったかいのが苦手らしいんで、気候的にはまだまだ辛い。アルトワークス、かっこいい。ワークスはまだ見ますけどね、ターボ RS はなかなか見なくなってきましたね。なんか乗ってる人は結構ノーマルの状態を生かしたセッティングで乗っている人をよく見ますね。やっぱり年齢層は高い。一方、アイはワークスはバリバリカスタムしてる車がほとんどな気がしますね。はい、ということで、G9 Pro 2-14140 を再入手して、どんな感じかって雰囲気をお伝えいたしました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。